毛の一本まで全部こだわらないと、毛穴の一つまで全部こだわらないと作品に命が宿らないというか、彫刻じゃなくて人を作りたいんです。存在するのは彫刻ではなく、この瞬間に生きる一つの命。ブレイクゼリー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は現代美術作家上地一貴。リアルな人物造形を追求する彼が自分の作品に与えたテーマ、それは人間のエロス。その像に感じる魅力的な部分っていうのは、生きてる人に対して感じる魅力とほぼ同一だなって気づいた瞬間があって、それが単純にその性的に興奮するとかそういう意味ではなくて、温かそうとか息してそう、動き出しそうとか、できればありのままの人を作れるようになってみたいっていうのが一番最初のきっかけなんですよね。息遣いを感じるほどのリアルな存在感、それを追い求める彼は芸術の概念を超える。表現っていう言葉で絶対ごまかさないっていうのはちょっと僕のモットーではあって、全部再現できるとか再現してやりたいと思ってるんですよね。ちょっとでも気を抜くとそこはリアルじゃなくなっちゃうので、筋肉一本一本、骨の一個一個全部折っていった時に全てが合致する瞬間があって、そこが現れた時によっしゃって。細部までこだわり抜いて作られた人、実物を見ることで感じることのできるその確かな脈動。実際肉眼で見てほしいっていうのは一番大きなところなんですよね。涙とか唾液とかも全部作り込んでいるし、目で見て楽しい。でさらに勉強したり観察したりするといろいろな発見があって、それってやっぱり作品を直に見ないと伝わらない大事な要素の一つだと思ってるんですよね。画面やフィルムには決して収まらない芸術。自宅で全ての情報が手に入るこの時代に、彼が目指す次のステージとは。昨今そのインターネットが普及してネットで配信とかそういうことがある中で、写真に写らない、写真程度の解像度では絶対に感知できないようなレベルの作品を作りたい。実際見に来てもらわないと、体験してもらわないと感知取れないような作品展覧会を作っていこうと思ってるんですよね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。